政令市 VS 県関西編、神戸市 VS 岡山県 VS 岐阜県 VS 京都。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通りです。今回も政令市 VS 県の関西編です。今回から登場の政令市は神戸市、いきなり人口格上の県の岡山県、岐阜県、そして京都府との対戦となります。政令市単独の神戸市にとっては明らかに厳しい戦いが予想されますが、果たしてどうなるでしょうか。農業省この10連戦で行っていきます。1試合目、市区町村の地方勢は京都府の圧勝、神戸市は岡山県全市町村をわずかに上回っています。農業産出額は岡山県が圧倒的、財政将来負担率は神戸市が圧倒的に少ない、ゴミのリサイクル率は岡山県が圧勝、農業畜産産出額は岡山県が強い、大型小売店数は京都府が圧勝、神戸市は岐阜県は上回っています。岡山県が快勝です。2位は岐阜県と京都府。2試合目、薬剤指数は京都府が多い、2位には神戸市、果樹地面積は岡山県が岐阜県に新勝、一般診療所数は京都府が圧勝、卸売業事業所数は京都府が多い、小売業年間商品販売額は京都府の圧勝、農業高種産出額は岡山県、京都府が快勝、2位は岡山県。3試合目、製造業従業者数は岐阜県が圧勝、果樹地人口密度は神戸市が圧勝、京都府も岡山県岐阜県を圧倒しています。2015年の人口は京都府、歯科医指数は京都府、農業産出額は岡山県、ちなみに県ランキング23位の水準です。1万人あたりの建物火災の少なさは京都府、都道府県ランキングトップです。京都府が勝利、2位は岐阜県。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。予想通り神戸市は厳しすぎる戦いとなっています。4試合目、ゴミの少なさは神戸市、果樹地入間人口密度は神戸市、卸売業年間商品販売額は神戸市が検討するも京都府の勝利、実質交際比率は神戸市が勝利、小売店数は京都府が多い、製造業原材料使用額は岡山県の圧勝、神戸市が会心の勝利、2位は岐阜県と京都府。5試合目、百貨店総合スーパー数は京都府が多い、1万人あたりの歯科医指数は岡山県、果樹地人口密度は神戸市の圧勝、製造業従業者数は岐阜県、農業産出額は岡山県、小売業事業所数は京都府。岡山県が大接戦を制しています。2位は岐阜県と京都府。第5試合終了時点の順位です。京都府も独走まではできず、岡山県と岐阜県の2位集団が追いかける展開です。神戸市も厳しいながらも勝ち点を上げています。6試合目、果樹地面積は岡山県が新勝、運輸郵便業売上は神戸市が桁違いの強さ、小売店数は京都府、製造業従業者数は岐阜県、小売業従業員数は京都府、一般病院数は京都府、京都府が岡山県に競り勝ち。第6試合終了時点の順位、岡山県と岐阜県の2位争いが熾烈です。7試合目、15歳未満人口比は岐阜県、サービス業売上は京都府が圧倒的、課税対象所得は京都府が圧倒的、小売業事業所数は京都府、果樹地人口密度は神戸市が圧倒的、出生数は京都府、京都府が快勝、2位は岐阜県。第7試合終了時点の順位、岡山県と岐阜県の2位争いが全くの互角です。8試合目、大勢力指数は神戸市、百貨店総合スーパー数は京都府、人口総数は京都府、建築物数は接戦になり岐阜県が京都府を上回る、大型小売店数は京都府が圧勝、小売業事業所数は京都府、京都府が圧勝、2位は岐阜県。第8試合終了時点の順位、岐阜県が2位浮上、残り2試合です。9試合目、薬剤指数は京都府、一般診療所数は京都府、製造品質価格は岡山県が強い、歯科医指数は京都府、卸売業年間商品販売額は京都府、建築工事費は京都府、京都府が圧勝、2位は岡山県。
第9試合終了時点の順位、岡山県が再び2位浮上、次が最終戦。最終戦、課税対象所得は京都府、15歳未満人口比は岐阜県、建築物数は岐阜県、1万人あたりの薬剤指数は神戸市の圧勝、小売業年間商品販売額は京都府、小売業事業所数は京都府、京都府が岐阜県に生活し、全10試合の最終結果が出ました。1位京都府勝ち点27、2位岐阜県勝ち点17、岡山県は勝ち点16、神戸市勝ち点4。人口で大きく勝る京都府が7回1位で予想通りの圧勝、2位に入ったのは1位を取れずも2位7回と安定していた岐阜県でした。岡山県は1位2回取りながらも安定性に欠き3位止まりでした。政令市の神戸市は人口格差の前に4位8回で4位となってしまいました。次は関西編最終回、大阪市が登場です。京都府、岐阜県、そして兵庫県との対戦となります。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。